今もパンチ、一つ左出ましたね。バックブロー距離を取って外してから自らの攻撃を見据えて左ボディへ。ここで上を蹴るか、右フック。そうすれば効きますね。上を蹴った。スタンディングダウンです。完全に動きが止まってブレーススパイサー。左ボディがこういい感じにこう布石になってたんですね。それを見せて一発ビッグヒットです。ダウンを取ったかな。いいですね。結構当たってるかなっていうのは何度か、あったんで。右で飛び込んでくるかな。あとエミリーの左ミドルがもろに。おお。ダメだ。立てるわけがない。この右シュート。立てるわけないですよ、これは。カナは自分の土俵である打ち合いに持ち込んでいきたいという話をしていました。さあ残り10秒を切って第2ラウンドです。大キック一閃。今右ストレートにキースライディング全く見えてなかったですよ。なるほど。リュウシーベイは下がってるんじゃないですよ。下が出されてる。下がらせているカナ。自動キックも強い。へし折るかという戦法のカナです。でも佐藤さん、こういう相手をこれ仕留め切るというのもまた難しいんですよね。なかなかね、完全に引いてる相手を倒すのは一発目からでした。連打の中の最初の一撃。中国の若きチャレンジャーを粉砕しました。女子フライ級のクラッシャー、2度目の防衛に成功。秒、2ラウンド1分38秒、赤コーナーカラ選手の KO 勝ち。お互いの技、打ち合いの中でボディ打ちからどうだ、腕を負傷したのか、ここはダウンとなりました。スタンディングダウン、これはやっぱり怖かった。いや、これがやっぱり外国人選手のタフさなんですよね。パンチが当たった、左右、今のは大きい、今のは大きい、この段階でダウンを奪いましたカナ。久松さん、どんな風に見てますか？でもやっぱりカナ選手のこうやりたい、揺れたチャンス、揺れた、もう一発右フック、カウンター入りましたね。ボディも打ち込む、右、これ立てない、カウントが進む、おー、触った、ついにこの悲願の KO、 女子ですよびっくり女子でノックダウンってあんのかなって思ったんだけど、ノックダウンって完全に失神してますね。まともだね。一撃 KO。 最近はなかなか倒せない、最近悩んでると思うんですよね。折れそうな心をこの1年3ヶ月立て直してきたカナです。カウンターの右入りましたね。19歳がダウンを取られます。クロスカウンター、クロスですね。それまで何度ね、小さいパンチいいなと思ったんですよね。うまーくカナが。